はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではモンスターハンターワールド、最後の1頭ですね、やっていきたいと思います。クエストはちなみにフレンドさんと2人でやっていきます。まあ、フレンドさんとね2人でやってもねかなりきついんだよね。今までね結構挑戦したんだけど1回しかね倒したことないです。で、まあ、これでね倒せるかどうかはちょっとわからないんですけれども、とりあえず今回の装備はですね、双剣で来てます。もう手数勝負。とにかくダメージを与えるという感じでね、やっていきたいと思います。多分相方さんは、あれかな、体験で来るっていうようなことを言ってたんで。まずは、アイテムボックスも漁っていきましょう。肉ももらってと。で、痕跡探しからですね、最初は。まあ、こっからね、行かなくてもよかったんだけど、どうしようかな、ちょっとキャンプ移動するか、せっかくだから。フレントさんがここにいますね。ここに移動しましょう。なんだろうね、名前。名前はね、なんか、こう、アプリケーションを起動するたびに決めるんで、まあ、俺は分かりやすく、ミカミックスで来てますけど、女で来てんのかな。今まで、男性で来てたけど。じゃあ痕跡探しですね。足跡と、あとはここにも足跡がありますね。あとどっちの方だ、なるべくね時間が厳しいから早めに見つけたいんですよね、蜂蜜。お、これはなんか何の痕跡だ、粘液レベルアップ、痕跡への誘導開始、モンスターへの誘導をねちょっと開始できるまで上がらないといけないんで。おお、OK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  早いね。あの粘液みたいなのが結構たまりが良かったのかな。お、いた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 あいつも向かってんな。で、俺は双剣はね、あんまり使ったことないんで、別にね、立ち回りとかうまくはないです。多分、鬼人化して、ひたすら切りまくるっていうね、そういうやり方しかできないんで、鬼人化中ですね。本当はね、鬼人化しないでもね、うまく立ち回れるのが強い双剣使いだと思うんですけど、俺はちょっとその領域まで行ってないっていうか、全然双剣使ったことないんで。ん？いた？え、これじゃないな。もっと奥か。わ、すげえ細いとこ行くな。これもね、なんか毎回毎回モンスターの出現地が違うんですよね。ランダムなのかな。たまにね、すんげえ近くにいる時があったりするんで、だから多分何番に向かうみたいなことはできないのかな。その初期位置が何番だから最初に何番に向かうみたいな、まあ、ちょっとそこは分かんないですけど。遠いな、今回ちょっと出会うまで時間がかかってるね。倒せた時はねめっちゃ早く遭遇したんですよ。で17分くらいで倒したんで、まあ割とギリギリだよね。さて、おら、おお、キジか、もうひたすら細かいダメージを与えていくっていう。切って切って切りまくる。もう一回からランブ打てっかな。うわ、ちょっと待って、そろそろスタミナがやばい。お、まあ、来た。ここは進化して一気に基準ランブを決めまくる。2セットくらい入る。細かいダメージがめちゃくちゃあったよね。もういくつ与えてんだかよくわかんないっていう。あとね、切れ味だよね、やっぱりこれは。ガンランスもそうだけど、双剣もね、切りまくるんで、割と切れ味のね、落ちが早いんだよね。で、足元でね、ランブするからね、ちょっと画面はわけわかんなくなるかもしれない。
あとちょっと気をつけないと、そうそうそう、ダメージがやばいんだよな。回復がくぐれたのも、あーしまった。そのね、飲んでる最中に、飲み終わる前にね、回避とかしちゃうとね、全回復しないんですよね、回復分が。ほら、いってー、やべ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 。ちょっとこれは鬼人回避で遠くに一回逃げよう。でグレートを飲む。一人じゃねえこいつ、無理だね。一人でやったことないけど、普通に強いわ。アンジャンプ、顔もね弱点だから狙いたいんだけど、そういうわけにもいかないからな。さすがに正面に立つのはね危険なんだ。見て見て、はまった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 。無理だ、これ絶対気絶してるよ。やばいやばい、やられた。壁はまり食らった。ちょっとトイレ行こう。体力がゼロになると近くのキャンプに戻ります。クエストの失敗条件なので注意してください。さて行きますか。あれ、どっからどっちに行けばいいんだ。もしや逆に飛び降りちゃった。ね、マップで行くと左下の方でね戦ってるんだよね。早急に行かないと行けねえし、こっち地形がわからん。地形がここは登るかな。でこっちか。あれ、ここも登っていくか。そうだよ、この光虫みたいなやつについていけばいいんだ。このまま上かな。あ、いた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 、近いね近いね。発見。あいつも逃走中か、敵も。逃走中もね意外に時間食うからね。20分はちょっときついよね。あれ引っかかってんだけど。ちょっとこの絶好のチャンスの時に終わっちゃったよ。せめて一発叩き込む。こうやった。ちょっと俺もスリンガー遊びしよう。まひまひまひ、いや毒だな。毒でダメージを与えていこう。毒投げナイフ、この隙に。ほい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 、あ、毒った。8ずつ当たっていく。よし、いいね。いって超かっけえ、振り上げられたんだよ。いや無理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 、止まらんよ。もう鬼人なんか止まらないからね。ちょっと待って、段差が多いな。ノリにいいかもね、確かに。おっと、ジャンプしてくんね。ちょっと段差が多すぎてわけがわからん。やばいやばい。よし、あね、猫がね変な回復の身みたいなの持ってきて回復してくれるんだよね。それはね役立つかなり。うわー、もうバインドボイスを無効化できないのは双剣の宿命だよね。
すか。いてひどい。チャンスかと思ったらバインドボイスか。まずい。ほら、いいで、もうなんすすべがないかな。あと10分か。いや、かなり厳しいなこれ。スリンガーをちょっと麻痺にしよう。研ぐ必要はまだないかな。お、今のはそうか、鬼人火薬みたいなのもあったよね。使っていくか。鬼人の粉塵、完全に怒り狂ってんな。ほら、初期はね、リーチが短いからね、全弾ヒットするにはマジ密着しないといけないから。これ戦どれ？なんだなんだ、救急とかこれすごいんだけど、何？スーパージャンプ攻撃だよ。たまたまさ、やべやべやべ、あぶねえ。怖い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 。てかさ、あいつ打ち上げ攻撃してんのかよ。ちょっと待って、そろそろ研がないとまずいね。研ぐか。遠くに行ったし、あ、乗ってるね。今のうちに研いで備えよう。よし、向こうに行きましょう。乗ってなかった。あ、しっかり来た。すげえ、突っ込め。鬼人が、ほら、足を振って結構当たる。よし、もうとにかくランプを叩き込む。俺にはこれしかできない。スリンガーか、投げない。怖いな。1回ね、マジさせてるからね、ちょっと体勢が上がっちゃってると思うんだよね。ここじゃ無理かな。いや、向いたね。足りない。一回ね、爆弾もね、決めないとちょっとね、ダメージ量的にかなり厳しいんだよね。しゃ、ここでなんかハマってね。おーれ、なにこれ、超強いんだけど。ちょっと研いどくか。あと何がある？硬化の粉塵。今硬化薬にはなってんの？あ、さっきなってたけど今切れたっていう感じか。エリア6かな、ここは。とりあえず硬化薬。よし、 OK。これギリギリ火に食らった。あー、もうジャンピング食らうとな、すげえ減るんだよね。大丈夫か、あいつあんな狭いとこにいて。
て。これこれこれ回復なんちゃらみたいな罠かけたいね。罠怖い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 。どこ行った？これ動くか。これは厳しいね。弱ってないからね。あれ、金化してるか。全然してねえわ。もう一発いける。ここ回復ミツバチみたいなのがいっぱいいる。ここからあーでも弱ってはいるのか。これ何これ使いこなせなかったんだけど今のターザンみたいなやつ。これジャンピングで当たるかな。いってる。少しでも当てる。全然ダメだ。ああこれは上に逃げていくか。この時間もねちょっともったいないよね。やたら上に行くな。逃げた。よし。ちょっと待ってね。もうこれさ、これさ、締め罠かけてさ、さ、ホタル置いてさ、ホタル置いてさ、チェー。ホタル置いてさ、いくつ？は、当たった今。また逃げてるか。この逃げてる時間が惜しい。もう俺は爆弾を使い切ったからな。ない。ん？どこ？え？どこ行った？こいつここ登ってんだけど捕まる。うわ飛び降りちったよ。爆弾を置きました。あ寝てんのもうこいつ。起動よろしく。体験。うわ擬人化しよう。これ畳み込む。耳栓が欲しい。最後の最後ここはもう火力で押し切るしかない。そうそうまずいね。さすがにスタミナがまずい。よし人格ちょっと帰ってくれと。なんか乗ったとわけわかんない。乗ってる時間あるか。一回なんかね乗りの最後にねたまにね必殺技ね発動するときがあるんですよね。じゃあでおこれこれこれ鬼神連弾。条件はよくわかんないだよね。クエスト
クリア、おめでとうございます。ありがとうございます。アンジャナフ、これはなんだ、ちょっと漢字が小さくて読めないの。バンバンアコ竜の鱗みたいな。ふう、クエストクリア。おお、19分26秒とかかなりギリギリだったな。ということで、とりあえずベータ版のモンスターは、全員倒しましたので、まあ次回はね、ちょっと製品版を買ってから、やりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。